はい、こんにちは。少しマッチョなママのあたです。ですね、今回の動画では、現在のコンディション、トレーニング、心境みたいなところを残しておこうと思うんですが、その前に、前回の動画で5月に大会今年は出ますよみたいな感じで、動画を流させていただいたら、いつ日付出るのか知りたいっていう風に言ってくださった方がいたので、ご紹介しますと、5月3日と5月12日に出ます。リージョナルが5月3日で、プロクオリファイが5月12日ということで、場所とか詳細こちらに載せておきますので、よかったら確認よろしくお願いします。で、随時、FWJ のちゃん公式ページとかでも随時情報流れてると思いますので、よかったらご確認よろしくお願いします。まだね、私も始めそうだったんですけど、体鍛えてて、で、ボディメイクの大会に出たいんですよね、みたいな感じで、全然ボディメイク関係じゃない友達とか知り合いとかに言ったら、あたちゃん、ああいう感じになりたいの?みたいな。ちょっとこう惹かれたりした経験があるんですよ。まだそういう目線がね、たくさんあると思うんですけれども、ぜひね、直接見ていただきたいなと思います。知り合いとかが大会出るみたいな用事があったら、ぜひ直接ね、見に行く機会があれば、見に行ってほしいなと思うんですけど、もちろんね、応援される側も、やっぱり歓声が多い方がモチベーション上がるし、その分頑張れるし、輝けるしっていうのがあると思うので、ウィンウィンになると思うので、ぜひ行く機会があれば、応援する機会があれば、行ってほしいなと思うんですが、なんかこうね、写真で見るのと、あと想像するのと、こうメディアに出てるのと、直接見るんじゃ本当に違うと思ってて、絶対直接見た方がいい。友達も去年の大会に見に来てくれた友達とかがいたんですけど、想像するのと全然違って、もう美だったって言ってて、美しかったって言ってくれてて、もうそれが本当に嬉しかった。自分が、勝っても負けても、その、ステージが、っていうかこう筋肉が、というかボディメイクが美しかったっていう感じを感じてくれたことがめっちゃ嬉しかったんですよね。なんで、やっぱ写真で見るのとメディアに出てるのと想像するのと全然違うと思うんで、男の人も女の人も多分直接見たら、なんだこの美しい人たちはってなると思うんですよ。騙されたと思って、もしこう知り合いとかが出る機会があれば、応援される人もとても嬉しいと思うので、あとはもう見て、この世界を知ってほしい、美しさを知ってほしいと思うので、ぜひ行ってみてください。はい。でですね、あともう一個ね、嬉しかったのが、最近というか前回の動画を出して嬉しかったのがですね、同じ大会に出るよみたいな感じで、連絡くれた人が二人いたんですよ。で、去年の私だったら、同じ大会に出る人とかだったら、うわぁ、こんなに筋量ある人と私一緒に出たくないわ、とか思ってたかもしれないんですけど、なんかもう純粋にめっちゃ楽しみなんですよ。なんか友達とか知り合いとステージ立つのが純粋に今年はめっちゃ楽しみなんですね。なんか今シーズンが自分の最後になるかもしれないみたいなのが、あるのか、去年よりちょっとメンタルが成長したのかわかんないんですけど、相手もね、なんか頑張ろうね、みたいな、楽しもうね、みたいな感じで連絡くれたのがめっちゃ嬉しくて、なんか去年は、こう、同じ大会に出る人とか、SNS でね、見つけちゃったりとかして、で、勝手に比較して、うわ、この人めっちゃ筋肉量ある、めっちゃ絞れてんじゃんって思って、勝手に比較して落ち込んでたの。これをね、私は名付けて、SNS 比較ネガティブ症候群って呼んでるんですけど、SNS 比較ネガティブ症候群に勝手に陥ってたわけ。でも、私は去年、すごく思ったことがあった。それで、めちゃくちゃ、うわーうわーうわーってなってる時間、超もったいなかったなって思った瞬間が、SNS で見るんと直接会うんじゃ全然違う。この人めっちゃ筋量ある、めっちゃ絞れてるって思ってても、直接会うと、っていうこともあるし、逆に、なんかそうでもなくない?
って思ってた人が、うわ、めっちゃ実物あったらかっこよみたいな感じで思う時もあるから、もう SNS は、ほとんど指標にならないと思いますね。人と比較しようが、ジャッジするのは自分じゃなくて審査員だから、その、なんだろう。しかも勝ち負け云々よりも、なんか今年は本当に最後のステージになるかもしれない。そして見に来てくれると言ってくれてる人が私の中ではすごく多いんですね。なのでめちゃくちゃ楽しみでございます。一緒にもし出るよっていう方がいれば、記念撮影があったら本当に写真撮ってくださいって言って写真撮りに行こうと思ってますし、本当に思い出の1ページみたいな感じで、思い出の日をね、本当待ちに待ってるっていう感じです。で、まあ、強いて言うならば、原料幅が去年と比べると半分ぐらいしかないので、めちゃくちゃ食べてますね、去年と比べると。はい。まあ、ずっと喋っててもあれなんで、どうぞ、トレーニング動画ここら辺で一丁どうぞ。また喋るから。去年と本当ほとんどガラッと変えてます。っていうのもですね、まあ、去年で一回絞って、で、自分の強みと自分の弱みというのが分かってるわけであって、で、一旦絞らないと脂肪が乗ってるままでは分からないことがたくさんあるじゃないですか。ケツって、足って、ブリンブリンに太くいのと、筋肉が詰まってちょっと肉がうわってなって。だけさ厚着着て汗かこうとしてんのに靴下が家の中で履くのが嫌いすぎて見て悲しい有酸素の後の髪型やばくないあの帽子取るとこうなってるママ何その髪型結局ね、初めの方に言ったけど、SNS は漏れてるし、比較するのは自分自身。だから、もう、自分自身の最高レベルを毎日更新していきましょうね。ちょっといいこと言った風じゃない今。Crush heart chain to rhythm and blues. Forgetting your name with every move. I'm broken by all I wanna do is dance, dance through it, dance, dance through it. I was stuck running through emotions that you left behind. Put on that dress inside my closet that you never liked.強制がさ、あと2回で終わるって言われてたわけで、一昨日ぐらいに歯科矯正行ったわけ。そしたらまたあと2回って言われたわけ。先生、2回の数え方教えてもらってよろしくて。大会云々ではなく、トレーニングはね、
全人類に始めてもらいたいなと思っているスポーツでありまして、理由を言いますと、メンタルが落ち着く、人によってメンタルが落ち着く体型っていうのがあると思うんですよ。めちゃめちゃ太りすぎても体型気にしてネガティブになるし、めちゃめちゃ痩せすぎても体力なくて餓死するし、ヘロヘロになるし、程よく食べて、程よく皮下脂肪があってっていうメンタルが一番落ち着く体型っていうのがあるんですよ。あると思うんですよ。なんでそれは人から見てポチャってんなとか、人から見てちょっと痩せすぎじゃないみたいなのは関係なくて、自分の中で一番こう心地よく暮らせる体重でいることがやっぱ一番理想だと思っている。で、その中でなんかこうボディメイクするといいなって思うのは形が綺麗になることだと思ってるんですよね。こう細いとか太ってるの中でも、もちろんね、ボディメイクしてる方の中でね、やっぱり大会出る後とかに減量の反動でみんなぽっちゃりしたりとか、バルクアップって言って筋肉のためにいっぱい食べて大きくわざとなってる人とかいると思うんですけど、みんなぽっちゃったりとかしてもボディメイクしてる人たちって形が綺麗だなって思って私見てて、ぽっちゃってもお尻上がってるし、ウエストは割とあんまお肉つかないなとか、なんで、やっぱりね、ぽちゃっててもやっぱ形がかっけえんすよ。はい、こんな感じでですね、今の私の生活をご紹介しました。ですね、一週間前くらいからカーボローディングって言って、カーボ、炭水化物の量を、めっちゃ多い、めちゃでもないな。まあ多い人、まあ少ない日みたいな感じでちょっとこう、カロリーを揺さぶってるんですけれども、ずっとね、停滞してた。まあ、ずっとでもないけど、ちょっとだけ停滞してた体重がまた落ち始めてきたなって感じですね。で、カーボローディングのいいところはですね、体重が落ちていくっていうのもそうなんですが、メンタル的にめちゃめちゃいいなと思いました。私で言うと、あんま変わらないんですけど、内容は結構違うんだけどね。ハイカーボの日で1800カロリーで、PFC これぐらいで、ローカーボの日で、1500カロリーぐらいで PFC がこんぐらいっていう感じなんですけど、内容がね、見ていただくとわかると思うんですが、炭水化物が多い日は脂質を控えてるんですが、炭水化物が低い日は脂質をかなり多く取ってるんですよ。なので、結構脂質って炭水化物を取ってなくても脂質ってちょこっと取れば結構満腹感が本当にあるんで、ローカーボの日が圧倒的に多いんですけど、空腹感に見舞われるっていう日があんまりないんですよね。なのですごいカーボローディングっていいなーって私は気に入ってます。ローカーボの時、例えばね、これを1800ぐらい1500ぐらいのカロリーをですね、例えばこのローカーボ、ハイカーボ、カーボローディングをやめて、ローの日だけで、ローというか中間ぐらいのカロリーで、1600でじゃあ、例えば1週間過ごすのと、1800と1500で揺さぶるのじゃ、なんかこうね、1600でずっと暮らしてる方が、メンタル的に私は辛いかった。辛いと思う。なんかその、頑張ってる日があるからご褒美デーみたいなのがあって、しかもなおかつ私はですね、ハイカーボの日に、大好きなアサイーが食べられるんですよ。アサイーを取り込んでもらったんですよ。コーチに言って、私は現在主婦です。なので、どんな、困難な食事スケジュールでもこなしますと。自由自在に食べられます。いつでもということで言って、じゃあ6回に食事を分けて、で、炭水化物もちょこちょこ、タンパク質もちょこちょこいこう。太らずにやっぱ食べていこう。しっかり食べよう、動こう、みたいな感じで言ってて、ちょこちょこ食えるなら、もうより細かくした方がいいぐらい。でもね、6回がやっぱいいとこみたい。なんかその、やっぱ2時間ごとぐらいに食べてないと、6回って、24時間1日のうちの8時間寝てるとして、まああとはトレーニングしたりさ、家のことしたりさ、なんやかんや、あと勉強したりとかさ、いろいろしたいことあるじゃない。そんなことやってるとね、本当に食べる何かやる、食べる何かやる、食べる何かやる、みたいな感じになるわけ。で、お腹やったらだだだだだってやってる暇もなく、
あ、もう時間だ、食わなきゃ。あ、もう時間だ、食わなきゃ。みたいな感じで過ごしているので、今んとこね、腹減った、ブブブブっていうのは来てないんですけど、まあ、停滞してきたらまた下げるのか、よくわからないんですが、まあ、今のところ元気にトレーニングして絞ってますよっていう感じでございます。ということで、最近の私の動画でございました。はい、そしてですね、私のチャンネルはですね、こう、大いに自慢したいことなんですけれども、チャンネル登録者数と再生回数、登録者率っていうのかな。動画を見た人が登録してくれる確率っていうのが結構非常に高い傾向にあります。これは、かなり良質な方たちが見てくださって、登録してくださってということがデータに現れております。皆様本当にありがとうございます。そして、ずうずうしいお願いとなりますが、私の SNS の力ではですね、チャンネル登録者数を増やすことはね、なかなか技術量が必要で難しいんですね。なので、皆様のご友人、お知り合いなどに、こんな少しマッチョなママという方がいますよということで、お声掛けいただいて登録していただけるととっても嬉しいでございます。皆様のお力をお貸しください。ということで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。最後に覚えたての英語を披露しますと、Body makeup is amazing. Let's exercise together.